これは魔法？魔法を使える魔獣なんて初めて見たぞ。このままじゃ。兄様、今お助けいたします。ゼシア、ナーム、どうしてここに。城で待っててくれって言っただろ。待ってなどいられません。私だって力になれます。何もしないで待ってるなんてできないよ。だからってここには魔獣もいるんだぞ。二人だけで来るなんて危ないだろ。危ないのはそっちも一緒でしょ。だから追いかけてきたんじゃん。そうです、兄様こそお忘れですか。どんな苦難も一緒に立ち向かおうと三人で交わした約束を。そっか、そうだったな。俺たちはいつでも一緒。わかった、二人とも俺に力を貸してくれ。なんとか森の最深部までたどり着けた。ありがとう、二人のおかげだよ。どういたしまして。それよりドラゴンと契約席を探そう。きっとこの辺りに。ここまで来てしまったのですね。その罪を知らぬがゆえに。気をつけてください。こんなにまがまがしい力今まで感じたことはありません。ああ、分かってる。お前一体何者だ。もう手段を選んでいられません。力ずくでもその契約止めてみせます。この力危険だ。逃げろ、ゼシア、ナーム。兄様、今治療を。愚かなことはやめるのです。今私の手で過ちを。あと少しで私の願いを果たせるというのに。やはり魔力が。これは一体何が起きたんだ。まがまがしい力が消えた。よし、今なら。私に近づかないで。諦めてたまるか。ゼシアもナームも俺が守るんだ。誰にも奪わせはしない。この森に住まうドラゴンよ、俺の声が聞こえているならどうか力を、契約石の力を俺に。我が力を求むるのは誰か。竜の力を受け入れても滅びぬ体を持っているか見せてみよう。これは契約石の輝き。そんな契約がなされてしまったのですか。これがドラゴンの力。
うわドラゴンに、これが契約石の力なのか。なんという、またしても契約が、やはり運命は。仕方ありません、ここは一度。まだ出てくるのか。諦めません。消えたのか。兄様、ご無事ですか。ああ、なんとかな。二人も無事でよかった。私の勘違いじゃないよね。ああ、俺にも見えたよ。あの顔、ゼシアとそっくりだった。どういうことでしょう。私とウリ二つだなんて、あの方は一体。わからない。でも、またいつか会う。そんな気がするんだ。それより今はこれを見てくれよ。契約石、ドラゴンと契約した証です。兄様は今や立派な王位継承候補です。やりましたね。やったじゃん。ついにドラゴンが認めてくれたんだね。これで俺も王位継承賢者か。契約は未だなされてはいない。ドラゴン、まだ契約はなされていないってどういうことだ。我はこの世ならざる地の干渉に抗ったのみ。この契約は仮初めに過ぎ、一時的に我が力を貸し与えよう。我と真の契約を結びたくば、霧の森を訪れよ。一時的にって、う、何それ、聞いてたのと違うし、そんなのずるいよ。いや、この程度で認めてもらおうなんて最初から思ってないさ。どこへだって行ってやる。勇ましい人の子よ、聞いた。何時の名を教えよ。それが何時の名か、どこか懐かしき響きよ。よかろう、来るがいい。我の住む霧の森へ。
我が娘ゼシアよ、よく聞け。今このアルベリア王国は重大な危機に見舞われている。魔獣の出現を抑える力を持つ聖変、その効力が弱まりつつあるのだ。聖変の力が、それが本当なら王国に次々と凶悪な魔獣が押し寄せて。王城の外より新たな聖変を得ねばならん。だが聖変に触れられるのは竜との契約を果たした者のみ。私は王家に連なる者として聖変の眠る地、封印遺跡へと向かう。封印遺跡、もう何百年も誰も踏み入っていない王家伝承の地。お父様、本当に大丈夫なのですか？我が力なら踏破はできよう。だが万が一を考えれば保険も必要だ。王子よ。お呼びでしょうか、父上。お前もまた霧の森へ向かえ。かの地にも聖変が眠っているという言い伝えがある。だがその所在は判然とせぬ。ゆえに私や王国の要所を守る兄王子たちが出向くわけにはいかん。王子よ、霧の森に住む碧竜と契約を果たし、聖変を探し王城へ持ち帰るのだ。碧竜、建国をアルベリウスと契約していたと言われる伝説の六竜の一体。建国を以来誰も契約できなかったあのドラゴンと俺が契約を。契約を果たせば王位継承権を得る。お前はこれまで兄弟との争いを避け、試練にも挑んでいなかったな。だが優しいお前だからこそ私は期待しておるのだ。父上、いえ、アローラス王、俺はドラゴンとの契約になんか関心はありません。でもそれが愛する国やこの国の民を守るためとなれば別です。川柳の試練、お受けします。必ずや契約を果たし、兄王子たちと同じく竜の力を得て聖変を持ち帰ります。我が息子よ、頼んだぞ。こうして俺は王都から旅立った。途中追いかけてきたゼシア、ナームと合流、力を合わせて危機を切り抜けた。あの時俺を襲った謎の少女、仮面の下の素顔はゼシアとウリ二つだったけど、彼女は何者だったんだろう。さらにドラゴンの声に導かれるままに俺たちは森の奥へと向かった。この地のどこかに霧の森があるらしいんだけど、こんなに広いなんて。ドラゴンの住む地には伝説が残されているものです。現地の人に聞いてみましょう。あれ、ねえ、誰か来るよ。話を聞け。私は戦う気などない。そちらの意志など関係ない。おとなしく裁きを受けろ。
するわけには。私にはやるべきことがあるのだ。黙れ、罪人の戯れ言など誰が聞くか。行っちゃった。あの紋章は教会の聖騎士です。どうしてこんなところに。いずれにせよ放っておけない。追いかけよう。こんな巨大な魔獣がこの森に出るなんて。追い詰めたぞ、裏切りの聖騎士。待て。こんなところで邪魔が。あなた方は。話は後だ。まずはこいつを倒そう。ゆっ、どんな敵でも負けないわよ。うん、軽く片付けちゃおう。はっはっ、ドラゴンスライド、本日のドラゴンモード、スライドチェック。ち、飛んだ横槍が。ここは一度引いてやる。だが俺は決して諦めん。無事で何よりです、聖騎士の方。お名前は？エルフィリスと申します。あなたはもしや巫女のゼシア様。私のことを知っているのですか？はい、ゼシア様を存じ上げない者など聖騎士の中にはいません。王族に名を連ねるイリアの巫女。あなた様をはじめ尊い祭司の方々を守るのが私たちの役目ですから。聖騎士か、すごいな。教会騎士の中でも聖騎士は数えるほどしかいないのに。襲われてたの？すまない、理由を言うことはできないんだ。それは巫女である私にもですか？はい、巫女様の頼みでも。いえ、巫女であるゼシア様には絶対に言えません。理由があるなら聞きません。でもその傷は放っておけませんね。え？傷が一瞬で。治癒にもこれほど通じているとは、さすが巫女様。私にできることはこれくらいですから。ゼシアのその力で何度助けられたかわからないけどな。兄様は昔から無茶ばかりしてましたからね。何度も傷を治したものです。え？兄様？ということはあなたは第七位王子殿下。これは大変な失礼をしました。てっきり護衛の方かと。ま、確かに親しみやすいもんね。本当に申し訳ありません。まさか巫女様だけでなく殿下までいらっしゃるとは。いいよいいよ、俺は兄上たちのように有名じゃないから。それよりエルフィリス、霧の森って知らないかな？俺たちはそこに行きたいんだ。霧の森？
そういえば聞いたことがあります。樹海都市の繁華街にいた傭兵が霧深い森に迷い込み、そこでドラゴンを見たと話していたような。きっとそれだ。ありがとうエルフィルス、村に行ってみるよ。あ、待ってください。もしよかったら私にお二人の護衛をさせてもらえないでしょうか。え、助けてもらった恩を返したいのです。迷惑となればすぐに離れます。どうかお許しを。全然迷惑なんかじゃないさ。エルフィリスみたいな騎士が一緒に来てくれるなら大歓迎だよ。はい、私も賛成です。治療させていただけばわかるんです、その人がどんな人なのか。エルフィリスさんは心の綺麗な方です。女神エリアに誓って私が保証します。私も賛成。心から感謝します。騎士として必ず役に立ってみせます。でもエルフィリス、一つだけお願いがあるんだ。かしこまった言葉遣いをやめてくれないかな。今から俺たちは一緒に旅する仲間なんだからさ、俺のことも名前で呼んでくれ。私のこともゼシアでお願いします。巫女様と呼ばれるのはどうにもなれなくて。何を言っているのですか。巫女様を呼び捨てなど、そんな無礼なこと。その巫女様の頼みなんだからさ、私のこともナームって呼んで。わかりました。できる限り努力します。ナーム、ゼシ。すぐには難しいですが善処します。ではこれより先よろしくお願いします。ああ、傭兵のランザーブってのは俺だが、何か用か。わっ、何この人、でっかい。こっちは急に増えた魔獣の退治や、どえらい反逆者を捕まえるので忙しいんだよ。後にしてくれ。いきなり呼び立ててすまない。俺はアルベリア王国の第七王子だ。あなたが見つけたという霧の森の話を聞かせてほしいんだ。王国を守るために頼む。第七王子？王国を守るってのはどういう意味だ？なるほど、王都にある聖変の力が弱まりつつある。その結果魔獣が増え始めた。それで新しい聖変を探すために王家はバタバタしてるわけか。だがまさかこんなガキどもまで。聞き捨てならないな。私たちを外見だけで判断すると痛い目を見るぞ。おっと、おっかないね。別にバカにしてるわけじゃねえさ。ちょっと昔思い出してね。それでお前らは壁竜と契約するために霧の森を目指してるってわけか。そうだ。もしよかったらあなたが迷い込んだという霧の森の場所を教えてくれないか。断る。俺はお前らに協力する気はない。教えたってどうせひ弱なお前らじゃ命を落とすだけだ。
俺はこの国を救いたいんだ。どうか手を貸してくれないだろうか。この国を救いたい。笑わせるな。お前の兄貴のエミュールってやつは金の力で川柳の試練を乗り越えたじゃねえか。で、この国難にあっても何にもしやしねえ。インチキの契約じゃ何もできねえんだろ。ただドラゴンと契約したって名誉が欲しかった。お前もどうせその口だ。何が王族だ、何が川柳の試練だ。勝負どころで命も張れず金に耐える奴に国が救えるわけがねえだろ。それは分かったら帰りな。俺はお前らのお遊びに付き合う気はねえんだよ。違うもん、私たちは本気だもん。お遊びなんかじゃないもん。お遊びじゃないって言うなら試させてもらう。森の奥に来い、相手してやるよ。望むところだ。俺たちがどれほど本気か見せてやれ。さあ追い詰めたわよ。思ったよりやるじゃねえか。ランザーブ、確かに俺の兄エミュールは王族にふさわしくないことをした。憤るのもよくわかる。だけど俺たちは本気だ。その誤解だけは解かせてもらうぞ。ああ、全力でかかってきな。本気ってやつを見せてくれよ。それじゃあ腕試しといこうぜ。どんな敵でも負けないわよ。ミディラッシュ、気合十分だよ。ドラゴンも仕事したいみたいね。みんなドラゴンスラッシュ、こうきた、畳みかけよう。クソ、降参だよ。お前たちが本気なのも、その実力もよく分かったよ。バカにして悪かった。謝れよ。この通りだ。分かればいいのよ、分かればね。あなたが悪人じゃないのは分かったよ。急所を一度も狙わなかったし、立ち筋も素直だったしね。やっぱり気づいてやがったか。お前、無能な兄とは違えな。気に入ったぜ。だが王子、お前はどうして自分の手で聖変を求める。確か王家には腰抜けエミュールの上に何人か強い王子がいたよな。兄貴たちが聖変を持ち帰るのを待ってればよかったじゃねえか。お前、何のために戦うんだ。兄さんたちは王国の要所を守っているから離れられないよ。それに俺はこの手でみんなを守りたいんだ。ゼシアとナーム、それに王都で暮らす優しい人たち、みんなを守りたい。だから川柳の試練に挑むんだ。聖変と力を手に入れて王国を守るために。なるほどね。だが何かを守るってのは簡単じゃないぜ。きっと大丈夫です。兄様ならみんなが幸せに暮らせる優しい国を作ってくれます。そんな夢みたいな話本気で考えているのか。ああ、ゼシアとナームと約束したからな。それを今ここであなたにも約束するさ。確かに夢物語なのかもしれない。だが殿下の言葉には
それを信じたいと思わせる熱意がある。人を動かす確かな思いが。確かな思いねえ。とんだ大バカ者が大物なのか。わかったよ。俺もお前にかけてみよう。霧の森の場所を教えてやる。まあ、本当ですか？だが、ドラゴンの住処。無事で済むとは思うなよ。じゃ、早速行くぞ。準備してくれ。もしかして、ランザーブも来てくれるのか？なあ、お前がどんな王様になるか見たくなっちまったからな。傭兵としての代金は特別にサービスしといてやれよ。さあ、目指すはドラゴンの巣だぜ。ドラゴンの巣はもうちょい先だな。あ、ところで王子ゼシア、お前らの求める聖変ってのは一体何なんだ？もう少し詳しく。聖変についてですか？聖変は魔獣の出現を抑える力を持ったかけらです。王国の各地に置かれているいわばお守りのようなものですね。魔獣を減らすお守りってと、あれか？そいつを持ってるだけで魔獣うじゃうじゃの場所でも楽に歩けるとか。そいつはいいな。そんなわけにはいかないよ。聖変を持ち運びできるのはドラゴンと契約した契約者のみだから。ああ、なんでだ？勝手に動かされると困るからです。聖変は王国の中でも特に汚れた地に置かれています。だから簡単には持ち運べないよう、聖変を保護した方がそう定めたのです。その聖変を保護したやつってのは、一番最初にドラゴンと契約した王族、俺たちの先祖、建国王アルベリウスだよ。建国王アルベリウス？ガキ向けのおとぎ話の英雄だと思ってたが、本当に活躍してたんだな。はい、荒れた世界を嘆いた王はイリア教会にあったあるものを砕き聖変としたのです。そして各地に置き、ドラゴンと契約できる自分の子孫にしか動かせないようにしたわけです。なるほどな。なかなか立派なやつやねえか。ありがとうよ。聖変については大体わかった。で、最後の質問だ。アルベリウスはあるものを砕いたって言ってたが、そのあるものって何だったんだ？水晶玉とかなんかの瓶とかか。妙に気になるが。聖変の元か。詳しくは知らないけど、教会に伝わる太古の生物だったらしい。ゼシア、何か知ってる？はい、聖変の元は女神イリアゆかりの強力な武装だったと聞いています。それを持ち震えば大陸全土をたちまち治められるほどの強力な武装。武装か。なら、なんでアルベリウスは自分の手でそいつを使わなかったんだ？俺ならブンブン振り回して自分の手で魔獣を退治しちまうところだが。永遠に生きられるならそうしたかもしれないね。でも人はずっと生きられないし。あ、そうか。死んじまったらおしまいだもんな。はい、アルベリウス王は後世のことも考えたのです。自分の没後も
王国の人々が困らないように。聖変、そこに込められた建国王の願いは今も私たちを守ってくれているのです。ようやく来たか。待ちくたびれたぞ。あんたが霧の森がどこにあるか教えてくれなかったからじゃない。まあまあナーム、これも試練だよ。ところで、ヘキリウよ、ここに聖変があるのか？汝が求めるものはこの霧の森の奥にある。だが、その前に、そなたの心と力、我に今一度見せてもらうとしよう。勝利を。みんな、ドラゴンクラッシュ。そろそろ本気のドラゴンモード。加減はしない。みんな、愛の勝利ね、ダーリン。さすがは竜の血を継ぐものか。違うよ、これは俺だけの力じゃない。俺と一緒に戦ってくれる仲間の力だ。なるほどな。王を慕う進化の力もまた王の力。よかろう、王にふさわしき器と認めよう。我が名はヘキリュウ・ミドガルズ・オルム。暴風の主にしてこの地を滑る者、今より汝を守る嵐となろう。王子よ、汝を我が王と認め、汝と汝が許しを与えた者のみに竜の力を与えよう。汝が許しを与えた者、つまり殿下が許せば私たちも竜化できるということか。やったね、ついに伝説の六竜の一体と契約完了だよ。汝の求めるものはこの森の奥にある。場所は森の子が教えよう。喰らうよ、前へ。わかりました、ヘキリュウよ。誰？ようこそ、アルベリアの王子、そして竜の血を継ぐ者。あなたをお待ちしていました。私の名はクラウ。深き霧により守られたこの地を見守り続けてきたものです。森の子クラウ、そうか、君は森の民フォレスティア。俺を待っていたとはどういう意味だ？そのままの意味です。この地を守り、新たな主を待つ、それが私の使命です。あなたを待っていました。願いを叶えてくれるたった一人の人、
あなたを。願い？君の願いって？私の願いは、霧の晴れたこの地をもう一度見たい。ただそれだけなのです。この霧がかかってから、かつてのこの地で過ごした思い出も、景色も、何もかも薄らいでいきました。忘れてしまわぬように絵を描き、文字に書き留めましたが、時間の流れにはかないません。かつて主人として仕えた方の姿でさえ、今は記憶の霧へと隠れてしまいました。それほどの長い時間をこの地で過ごしてきたのですか？はい。私は見てみたいのです。この地が記憶とどれだけ違うのか。見て、確かめたいのです。これがあなたを待っていた理由です。どうか、霧に隠された地に着くまで、ご同行を。わかったよ、クラウ。君が守り続けてくれた土地を、一緒に見に行こう。不思議なものですね。もう顔も声も思い出せないのに、面影は感じられる。ん？どういう意味だ？古い思い出話です。それより、参りましょう。ご案内いたします。アルベリウスを称えた日ですね。王国中のあちこちに立っています。アルベリウスってずっと昔の人だよね。何した人なの？妖精でも知らないほど昔の話になってしまったのですね。建国王アルベリウスはこのアルベリア王国を作った人です。たくさんのドラゴンと契約でき、伝説の六竜を率いていました。ニドガルズオルム、マーキュリー、ブリューヒルデ、ユピテル、ゾディアーク、そしてプルート。アルベリウス王はかの六竜を率いてディアネル帝国と戦ったのです。ディアネル帝国、なんか名前だけでもすごく悪そう。で、そのディアネル帝国って何したの？みんなから物を取り上げちゃったりとか？略奪などもしたようですが、それ以上の最大の罪は、この大陸に眠る太古の魔人を復活させたことです。ディアネル帝国は魔人崇拝の国家だったのです。もちろん平気ではありません。そこで立ち上がったのがアルベリウス王です。戦いは長きにわたって続きました。そしてついに王は魔人を再び封印したのです。その戦いを第二次風魔戦争と言います。第二次？じゃあ第一次は？第一次風魔戦争は神話時代の話です。女神イリアと聖竜エルシオンが組んで魔人を封じた戦い。へえ、神様とドラゴンが組んで魔人を封じるのってそれくらい大変なんだ。じゃあアルベリウスは人間一人ですっごいことをやったんだね。ええ、まさしく偉業です。もっとも王がどうやって魔人を封じたのかは分かりませんが。わ
え、聖変は関係ないはずです。魔人を封じた場所は一つ、聖変は王国中に散っていますから。アルベリウス王が魔人を封じた方法は今も謎です。私が知っているのは術の名前だけ。名前？なんて言うの？血管。血の棺と書いて血管という方法らしいです。血管？ブルブル、なんだかわからないけど怖い話はやだよ。血とか棺とか、ほら苦手なのに。夜に起きてそのゴニョゴニョしに行く時もレシアとじゃなきゃいけないのに。ゴニョゴニョ？そう、妖精でも行くのですね、おトイレ。はぁ、霧で何にも見えないよ。本当にここが森の入り口なの？ええ。それでは王子、あの霧の向こうへ進んでください。ああ、わかった。霧の中にこれほどの土地が隠されていたのか。綺麗。絵本で読んだ昔のアルベリアみたい。この景色、この空気、色あせた記憶が色づいていく。もう一度この目で見られるなんて。王子、あれこそがあなたが探し求めた聖変です。これが聖変。なんて綺麗なんでしょう。やったじゃん。王都へ持ち帰るのが楽しみですね。きっと王都の皆さんも父様もお喜びに。見つけたぞ、巫女よ。危ない！皆さん伏せてください！その目障りな聖変、渡してもらおうか。父上、封印遺跡へ向かったのでは？おお、向かったさ。そして彼の地の正気で目覚め、ようやく一つ取り戻した。一つ取り戻した。父様、何をおっしゃっているのですか。この地を守る忌まわしき結界を解いてくれたこと感謝しよう。おかげで我がここに来られた。いくら魔獣に結界を襲わせても森の民に邪魔されていてな。お前たちのおかげで全て解決したよ。やはり魔獣を操る者がいたというわけですね。なるほどな。近頃そこら中で起きてる魔獣の異変、あんたの仕業か。この旗迷惑な王様が。旗迷惑？違うな。我は慈愛の王。証拠に貴様らに褒美をやろう。永遠の眠りという名の褒美をな。
ルフィルス。ああ、みんな冗談じゃねえぞ。まるでドラゴンの一撃じゃねえか。今のはマナの力を阻害した。もしや近所ですか。このオーラはお父様ではない。父上でないとしたらお前は一体誰だ。なぜ父上の姿をしている。語るに足らぬわ。霧も等しい貴様らなどに。さあ巫女よ、兄や皆の命を助けたくば聖変と共に我と来い。我がここへ来たのは貴様を得るため。その力さえ得られれば雑魚に興味はない。さあ来るのだ巫女よ。ゼッシア、逃げるんだ、逃げろ。兄様を置いて逃げるなど私にはできません。女神イリア、ご加護を。なんだこれは。体が熱い。体の内側から力が溢れる。うわあ。契約もなく兄様がドラゴンに。まさかこれが私たちの竜の血と巫女の力。巫女、聖竜、エリュシオン。また我の前に立ちはだかるか。許さん、許さんぞ。今の流化はゼシアの力なのか。兄様、しっかりしてください。兄様、竜の血と巫女の祈りが共鳴し王の力が覚醒した。なるほど、忌まわしき太古の錬感か。あれだけの攻撃を食らってまだ立ち上がってくんのか。ゼシア、もう一度だ、もう一度さっきの力を。そうしないとみんなを守れない。殿下、その体で流化なんて無茶な。傷口が開いて。ああ殿下、どうか。まだ立つか、目障りな奴だ。あの男、アルベリウスと似ているな。その竜の血、ここで立ってやろう。待ってください。私が、ついていきます。何？ついていくと言ったのです。だからどうか兄様たちの命は奪わないでください。ゼシア、ダメだよ。何を言ってるの。兄様には王国の民を救う使命がある。
ここで死なせるわけにはいきません。このまま戦えばあなたも私もただでは済みません。ここは賢い選択をすべきです。貴様には分かっているのだな。いいだろう、聖変と共にこちらへ来い。兄様、皆さん、どうかご無事で。そんな嘘、ゼシが、なんで、どうしよう。決まってる、追いかけるんだ。殿下、その傷で動いても返り討ちに遭うだけです。まずは体を治して、国王とこの国に何が起きたのか確かめるべきだろうな。動けるようになったらアルベリア城に戻る。父上に会えばあの男が何なのか分かるはずだ。大きい戦になりそうだな。俺もついていくぜ。霧の結界が晴れた。ということはこの城が使えるようになっているはずですね。正常、かつてアルベリウス王が君臨した王家創生の城が。皆さん、一休みしたらまず城に立ち寄りましょう。この先の戦いに役立つものも見つかるはずです。そしてここからは及ばずながら私も力にならせてください。よし、分かったクラウ。じゃあみんな、一度城に寄って準備ができたら出発だ。